中森明菜さんシリーズ9、前回の続きです。テレビや雑誌に取り上げてもらえない明菜さんのデビュー曲はオリコン初登場58位と振るわない中、地道な活動の甲斐もあってアルバムの成績が予想外の結果を叩き出します。期待されるシングル2枚目に関しては大波乱が巻き起こります。さてどうなる明菜。このチャンネルでは昭和エンタメにスポットを当ててその魅力を紹介する動画を日々アップしています。楽しんでいただけたならチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。コメント欄にはめったに聞けない当時の貴重な情報や皆さんの独自の思い出を書き込んでくれていますので、そちらも楽しんでいただけますよ。それではいきます。中森明菜さんのデビュー曲スローモーションはチャート初登場58位と振るわない結果でしたが、その後次第に注目されてファーストアルバムプロローグ序幕がアルバム初登場7位という高セールスを叩き出すと、それにつられるようにスローモーションも発売2ヶ月半後の7月26日付でなんと30位にジャンプアップするのでした。その次の週も30位をキープして結果的に100位圏内に9ヶ月間もわたってとどまり続けるというアイドルの曲としては、しかもデビュー曲では珍しい売れ方をするのでした。テレビや雑誌などの主要なメディアにあまり取り扱ってもらえなくて、デビュー前後の明菜さんは比較的目立たない存在でしたが、有線放送やラジオやレコード店のキャンペーン、ヤンヤン歌うスタジオの出演などで着実にファンを増やしていったのでした。全国各地のワーナー営業マンたちはレコード店でのユーザーとの直接の対応で明菜さんの歌唱力の評価や作品への盛り上がりを肌で感じていました。メディア展開以上にレコード店頭での販促展開が効果を発揮して、エンドユーザーの中に中森明菜の名前がかなり浸透していってセールスにつながったのでした。明菜さんに対する音楽業界とメディアの注目度と全国各地のユーザーの注目度がはるかにかけ離れていたといいます。そんな中、アルバムチャートでベスト10入りしたこともあって、反応が鈍かった芸能雑誌からも取材の問い合わせが舞い込むようになってきました。しかしレコード会社の事情としてこんな意見もありました。シングルスローモーションのセールスは当時の時点で16、7万枚でした。新人のセールスとしては決して少ない数字ではありませんでしたが、ワーナーとしては新人として巨額な宣伝費を費やしていたので、せめて30万枚ぐらいは売ってほしかったと言います。そんな社内事情を理解していたワーナーの統括プロデューサーの寺林さんはスタッフたちに言います。とにかく16万枚とか17万枚程度のセールスで満足しててはいかん。日本の人口が1億以上いる中のたかが16万人だ。中森明菜がこれから200万枚300万枚ぐらいを売るアーティストにするためにどうしたらいいのかを考えろというのでした。この時点では当時の花形番組ザ・ベスト10にも夜のヒットスタジオにも明菜さんは出演できませんでした。作詞作曲の木杉兄弟コンビによる楽曲の評価は高かったのですが、次の巻き返しが課題となっていく中、揉めたのが第2弾シングルでした。遡ること明菜さんのデビュー前のお話です。ロサンゼルスにビデオ撮影などに行く前の1月に国内でシングル候補曲のレコーディングが行われていましたが、アルバムに入るほとんどの曲もこの時点でレコーディングが終了していて、その中にあの少女 A もすでにあったといいます。スローモーション以外にもたくさんの候補が挙げられていて、そこにこの少女 A もデビュー曲の可能性として上がったくらいです。他には木杉悦子さん、木杉貴男さんコンビによる楽曲が3曲提供されていて、その中の一つ「あなたのポートレート」という曲がありました。この曲も明菜さんのボーカル力を最大限に生かした作品だったので、デビュー曲の最有力候補としてスローモーションと競ったほどの曲でした。作ったご本人木杉貴男さんも一番気に入っていた作品であるこの「あなたのポートレート」が第2弾シングルとしてベストだと誰もが思っていましたし、当然明菜さん自身もそのつもりだったといいます。プロモート戦略も決まっていました。それは有線放送と地方キャンペーンでした。明菜さんがデビューする前の年に同じ事務所の先輩だった堀江純さんがデビューして「メモリーグラス」という曲を大ヒットさせたんですが、その時のプロモーション方法こそがその有線放送と地方キャンペーンだったのです。明菜さん本人も
地方を回ることやキャンペーンで各地のスタッフやファンと触れ合うことに意欲を見せていて、もうこの戦略しかないと考えていました。各地のレコード店や営業マンに配っていた秋名新聞の発行や地方を含めたマスコミ周りなどの普段からの地道な動きに加えて、全国100都市キャンペーンが予定されていました。秋名さんの歌唱力を前面に押し出して、アイドルでありながらアーティスト性を表現するというコンセプトに沿って、木杉兄弟コンビの書き上げたしっとりとした作品を歌い上げるイメージのこの2作品を連続でリリースすることはほぼ決まっていました。しかしそれを不安に陥れたのがデビュー曲スローモーションのセールス不振でした。ワーナーの統括プロデューサー寺林さんは、次のシングルの曲はイメージを変えた方がいいと言い出します。当初からほぼ決まっていた第2弾あなたのポートレート以外に別の候補だった作品を改めて聞き直して、楽曲戦略を練り直そうとしたのでした。全て聴いていく中、ある曲が寺林さんの耳に止まったのです。当初考えていたしっとり曲路線とは全く違う曲で、デビュー曲候補として一瞬上がっていた少女 A でした。インパクトのある C と曲に、2枚目のシングルはこの曲しかないと寺林さんの気持ちが固まったのでした。第2弾シングルはインパクトを狙いたい、曲を変更すると鶴の一声で現場のスタッフたちに伝えるのでした。そんな寺林さんの判断に社内から異論が出てきます。当初からの予定通り、第2弾も木杉コンビのしっとり路線のイメージで行くべきではないか、デビュー曲とはガラッと変わった楽曲に不安視する反対意見が社内の一部に根強くあるのでした。この第2弾シングルの直前に発売したアルバムのセールスが好調で、第1弾シングルスローモーションも徐々に評価を得てランクアップしてきていたということもあって、発売直前までそういった声がくすぶっていました。しかし寺林さんの考えはこうでした。少女 A の曲のイメージについてとやかく文句言うのではなく、きちんとした戦略を持って売り出していくことこそが歌手中森明菜を大きくすることなのだ。このように明菜さんに関しては寺林さんの指示は絶対でしたので、第2弾シングル少女 A という決定が変わることはありませんでした。このように第2弾シングルに決定したこの少女 A は、もともと別々の2曲が合わさって出来上がった曲でした。遡ること明菜さんをスカウトするきっかけとなった日本テレビのオーディション番組スター誕生で、彼女の所属レコード会社となったワーナーパイオニアで中森明菜さんを後に担当することになった寺林さんは、明菜さんのことを単なるアイドルとして育てる気持ちは最初からなかった、スター誕生で彼女のボーカルを初めて聞いた時から彼女はボーカリストとして育てたら大化けすると確信していた、デビュー前からコンセプトを持った作品作りに徹底的にこだわった、作家陣も既成の作家ではなくシンガーソングライター系、そうでなければ新人作家を起用した作品作りを心がけたと言います。この方法で成功していたソニーレコードの松田聖子さんが前例としてありました。そんな中、同じくワーナーの明菜さんの担当のレコーディングディレクターの島田さんという方、明菜さんにどんな曲を用意するべきか模索していた中、ちょうどその頃島田さんがたまたま読んでいたある本があって、それは大正時代の不良少年の物語で、そのイメージが80年当時のヤンキー文化と重なって、そんな時代の気分を感じさせるような楽曲を明菜さんに歌わせてみたいと思っていました。中森明菜プロジェクトのスタッフたちは、デビューを控えた明菜さんのアルバムに入れるための曲を多くの作詞家や作曲家からコンペ形式で楽曲を募ったのでした。その情報を知った瓜野正夫さんはコンペ形式で参加します。瓜野さんは当時はまだ駆け出しの新人作詞家で、元広告代理店のコピーライターだったのですが、その前年81年に後のラッツ&スターと改名される当時のグループ名シャネルズのアルバム内の何曲かで作詞家デビューしたばかりでした。続く、このチャンネルでは昭和エンタメにスポットを当てて、その魅力を紹介する動画を日々アップしています。楽しんでいただけたならチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。コメント欄にはめったに聞けない当時の貴重な情報や皆さんの独自の思い出を書き込んでくれていますので、そちらも楽しんでいただけますよ。